私も食べちゃうよ。しゃべくりマキシロ始まるよ。美味しいか。美味しいね。してるの？これは、これはあんつむだ。自分で買ってくる。あんつむだ。焼いてあげて。はい。というわけで、2014年8月3日の月曜日、第249回しゃべくりマキシロの時間がやってまいりました。カオス、カオス、カオス。今日は、味噌が、これ皮厚い、でも美味しい、味噌がいいし、今日のテーマは、おやき団子、おやきを語るというテーマでお送りしたいと思いますけども、今日は、もうすでに食べてらっしゃいますね、こちらの方は、松代が誇るパーソナリティの皆様にですね、おやきについて語っていただこうということで、今日集まりいただきました。今日はおやきが転がってもおかしい年頃のお三方ですけども、自己紹介それぞれお願いいたします。はい、山本です。豊谷です。西澤です。3人揃って松代テレビの YTN3 シスターズです。よろしく。無理がある、無理があった。無理がある。じゃあ大爆笑するというところでね、やりたいと思います。それでは今日なんですが、おやきということなんですが、今日松代で購入できるおやきと、それから松代のお母さんが作ったお菓子っていうのをね、今日はこちらの方に揃えて。これと山田さん。それなんで今日ちょっといろんなおやきがありますけども、ちょっとご紹介していただきたいと思います。かもしれない。じゃあおやきのご紹介。はい、私が買ってきたのはですね、こっちから金松クラブで作ってるやつですね。オブセマルナス、ちょっと色も変わってます。これなんかよく見ると熊笹子って書いてある、何か野草が入ってるみたいです。と同じような色してるんですけど、野沢菜と、それから珍しいこれ、松代一本ネギのおやきです。これ信州の伝統野菜を扱ってるお店なので、それにまつわるこだわりのおやきです。はい。皮の色が違うね。いいですね。これね、ちょっとね、美味しそうですね。中の皮は熊田さんが入ってる。熊田さんが入ってみたいですね。あとこれ培養院さんの一口おやき、ね、可愛らしい。私のおちょぼ口で一口で。大爆笑だね。入るかな、はい、これちょっと、ね、はい、可愛らしい。今日珍しいおやきね、見させていただきましたね。皆さんのおやきまでね。へー。高い感じのね、おやきですけど。他にもいろいろありますね。私は松代で、どなたでもご存知の蔦屋さんから買ってきました。やっぱり、丸ナスですね。大きな丸ナスをこう切って、はい、間にきっとお味噌が入ってると思うんですけど、はい、これはふかしでそれでこれが特別に作っていただいたんですけど、しそで挟んで作っていただきました。特別作ってもらったの。そうなんです。そんなことないですけどね、ある時とない時があるので、買える時はラッキーな日っていうことでね。はい、それと今季節で、山菜と玉ねぎも、はい、とても美味しかったです。美味しいです。山菜ね、山菜ね、玉ねぎね、玉ねぎもピリッと辛くて美味しいです。いろんな種類あるね。私はね、今日ね、東条のおばちゃんたちが作っている、はい、あんず村のおやきっていうのがあって、そうなの、なんか東条ってあんずの里だもんね。それであんず村のおやきなんだよね。で、あんず村のおやきもいろんな種類があるんだけど、今日はね、ナスと、あとね、こっちにあるんだけど、どこかな？あった、これ、あんずポテト。アンズポテト、アンズポテト、あら、すごいコラボレーションですね。アンズとポテトね。東城なだけにアンズのね、里のね。で、その他にもいろいろあるんだけど、あとはファンキー伊藤さんが買ってきてくれた、はい、おやき屋。そうですね、サラダ公園のところにあります、おやき屋本舗さんの方からね、はい、買わせていただきました。きのことか、まあ、粒あんもね、よくありますけど、あとナスの油炒め、かぼちゃ、野沢菜、切り干し、ですかね。一応一種類買わせていただきました。とても美味しいですね、こちらも。
いろいろあのおやきがあるんですけども、今日はあの夏ということでね、一番あの一般的なあの、ナスのおやきについて、中身を見たりまた味わってみておしゃべりいただきたいと思います。今食べてました。もう食べてらっしゃいますね。はい、もう我慢できなくて食べました。ナスもおやきもあれですね。そのまま平らに切ったものと細かく刻んだものと、そうですね。刻んでるのね。それね。こちらみんなに食べちゃったけど、これが丸ナス。長野やっぱりこう丸ナスが取れるからね。そうですね。この平べったいナスがね、こういう感じで、ね、見た目もわかるよね、いかにもなんか丸い、丸いな形が出てますね、それは、これが、これがまずはおやきって感じです。松代の代表的なおやきで、まずその作り方ですね、刻んでなくて丸のままってことなんですね。このシソ挟んでるのもいいね。そうですね、よくシソだけじゃなくて、なんだっけ、いろいろね、みょうがのみょうがとか、ケサさんの、なんだっけ、みょうがとか、柏の葉っぱとか、柏の葉っぱとか、そうですね、それが痛かった。うちの親も昔よく作ってましたね、そういうの。あ、伊藤さん家のお母さんも。そうですね、そういう葉っぱは食べませんけども、くるんで蒸すときにくっつかないように、くっつかないようにね、使ってましたよね。おいしい。あ、すごい。ちょっと食べたい。何？わかんないけど、皮が変わってるし、すごい皮も薄い。味噌も美味しい。味噌も美味しい。具がたくさん。ちょっとちょっとほら食べてみ、食べてみ。なんかほらなんかどっかのこまっちゃってそんな。飲んでみたいな。美味しい。美味しい。なんかやっぱりそれぞれ味がみんな。本当だ。これ皮なんだろうね。笹の味がしますね。笹の味かな。この皮の笹の味もちゃんとします。これはすごい。トヤさん、やっぱりほら、トヤさんのために作ってくれたさ、シソのナス。あ、違った、これ。それは野沢菜だね。野沢菜ですか。シソのナス。まあ、いいか。野沢菜。マユミさん、あんこのも美味しいです。入れつけた感じがすごく美味しそう。美味しいかも。どれどれ。はい、これも食べたい。やっぱり食べてみる。テイジすごいよ、真剣でない。カメラさん、周りにもたくさんいらっしゃいますけども、少し周りの味わっていただいてね、ご感想を聞かせていただきたいと思います。ないかも。はい、あ、ありがとうございます。手で。これはあれですね、刻んであるんですか。これ丸の。あっちで宮本さんも美味しいって言ってるよ。どっち。どこどこ。だってさっきから早く食べたい食べたいって言ってた。みんなお腹空いてる。このシソはとってもマッチしてますね。夏のこの暑い時期はシソがもう爽やかな味。シソね。美味しくなりますけど、これは本当にいいですね。あげたいけど。これは蔦屋さんで買えるってことですね。そうです。あるたまに。たまにね。ある。たまにある。でも、でもやっぱりそうは言ってもさ、やっぱりさ、我が家のおやきがあれなんじゃない？山本さんちだった。山本さんちのおやきはどんなおやきだった？うちのおやきはね、まあ普段は買ってきて食べるんだけど、やっぱりお盆の時だけはうちで作るんだけど、買ってきたおやきの方が美味しかった。なんかね、皮厚いし、皮が甘くなくて、で、丸ナスをこう厚めに切って真ん中に、真ん中こうケーキみたいにね、真ん中カットして、その中に味噌を詰めて、で、ふかすだね、蒸すやつなんだけど、なんか味がそのただ挟んで入れるだけだから、食べた時に味がついてるとことついてないとことあって、ちょっとまだらだし、味噌も、味噌もね、あんまり しょっぱめでなんかちょっともうちょっと甘い方が私は好きだったから、あんま美味しいっていうイメージじゃないんだけど、でもまあそれがまあおふくろの味。そんなお母さんどっかで聞いてるじゃない、あの辺からどっかで聞いてると思うけど、笑って聞いてると思うけど。そんなことになったら作ってみて。だからね、自分で作るようになりました。自分の方が美味しいと思って。反面教師で。最近全然作らないけど。ぜひね、作っていただきたいと思います。
ふやさんはいかがですか。私は県外からお嫁に来て、おやきを初めて知ったんですけど、はい、丸ナスももちろんこう松代に来てから初めて知りました、うん、こういう味の濃い丸いおナスがあるっていうことを、うん、で、丸ナス持ってくればよかったね。そう、松代の母が作ってくれるのはやっぱり丸ナスを切ってお味噌をちょっとお砂糖で甘めにして、うん、間にお味噌を挟んでこうね、こう包んで、うちは笹の葉をでくるんで蒸すんですけど、ひたすら食べてる。そう、それをやっぱりたくさん作ってくれて、こう山のように作ってくれて、それをお昼の食事にして出してくれるんですけど、それドミを食べるっていう。他にないんですか。そうなんですよ。なんか一品を食べるっていう習慣がなかったので、すごくびっくりしちゃって。これでお昼ご飯。他におかずはないのみたいな。これを食べるんだよ。ないですよ。そうです。まああってもキュウリの漬物ぐらいですね。そう、これを食べるんだよって言われて。カルチャーショックいただきました、ねね、そう、カルチャーショックでした。お嫁に来ちゃったんです ねえ、偉いところに嫁に来ちゃった。いいところに来ましたよ。いいところに来ましたよ。私ね、私もね、まあ、トヨさんと同じでいろんなカルチャーショックはあったんだけどでもね、まあ、松代の、ね、主人の母が作るおやきね、見て見て、ほらこれ、それ、けさえさんのおやきですね。そうなんです、はい、すごい綺麗ですよね。けさえの、けさえのおやき、あれ、これなんか形が綺麗。これね、比べてみ見ると分かるの、ほら、全然大きさ違うでしょ、ほら、じゃじゃん、少し小さめですね。そうなので、おばあちゃんが作るおやきは皮が薄くて小さいのが特徴で、だから具がいっぱい入っていて、いくらでも食べれちゃうんですよ。丸くない、丸くない、こんな感じ。刻んである。ナスはね、刻み、刻みで、ね、結構刻みだとこう包むのにね大変なんだけど、まあ、前ね、私おばあちゃんのおやき作りをねちょっと取材して、こっそりね、実は番組でアップしてあるんですけど、あ、そうです。おばあちゃんにね、はい、おやき作り何年歴って聞いたらね、だってもうね88歳だから、おやき作り歴は70年ぐらいだそうです。すごい、70年だよ。戦後と同じです。自分本当だ。その通りよね、本当にね。そう。それでなんか、まあ、おばあちゃんにね聞いたらね、やっぱりそのみんなね、このお盆になると里帰りしてくるでしょ、都会にね出稼ぎに行った人たちはね。そうするとね、やっぱりこのおばあちゃんが作るおやきが食べたいって言って、昔はほら、ね、今みたいに冷凍でとか、なんだっけ、インターネットで、ね、注文で簡単に買えないですもんね。そうそうそう、だから役ちゃんと長野に来ないと食べれないから、もうおばあちゃんは大変だったみたいです、ね、期待に応えるためにじゃあ、ね、はい、俸禄でね100個ぐらい焼いて、14日の朝はね、必ず8月14日の朝はおやきを焼いて仏さんにあげて、みんなで食べる。それこそさっき豊田さん言ったみたいに、お昼ご飯をおやきだけ。お嫁さんは包むの手伝わないんですか。私、うん、最近、うん、あ、そうですね、うん、私の娘が減ってるかもしれない。そうですか、とても盛り上がってて、まだね、まだまだ聞きたいんですけども、ね、おやきの話はいくらでもできるよね。美味しいもの食べながらね、また話があると思うんですけど、それでは最後にクエスチョンをそれぞれの方にね、振りたいと思います。あなたにとっておやきとは、いかがでしょうか。山本さんから、私から、はい、やっぱりふるさとの食べ物で一番最初に思い出す食べ物はやっぱりおやき、丸ナスのおやき、そういう存在の常に、ふるさと、ふるさとの味、ふるさとの味、おふくろの味ではなく残念ながら、ふるさとの味かな。なるほど。そうですね、私はやっぱり松代の母の味ですね。それをちょっとなかなかこう伝授されてもなかなかうまくできなくて、私の代はどうなるのでしょうという、はい、ちょっと心配な、学びたいと思います。これから学びたいと思います。大丈夫、ダメかな。みずさん、いかがですか。そうですね、私にとっておやきとは、まあね、山本さんのようにふるさとの味でもありますし、お袋の味でもあるんですけれども、まあね、長野県は長寿国という、長寿国じゃない、はい、長寿県で、ね、男女とも、ね、日本一で、女子は世界一、なんだっけ、ね、やっぱり長寿の秘訣の食べ物って感じがするんです。
ね。そうですね、野菜がたくさん で、うん、でね、ちょっとこうおやきどうして流行って、まあ、こんなに長野でね食べるのかなっていうのをちょっとね、あの知ってる人に聞いたら、やっぱり粉もん文化があったのと、あとは野菜が豊富に取れる、うん、長野は、はい、野菜がいっぱい豊富に取れるから、それが合わさって文化がこれだけね発達したのかなって。そうですね、本当になかなか野菜取る機会がねなくても、このおやきを食べるだけでとてもバランスのいいものがね、そうですね、ということで、とても素晴らしいですね。私本当に松代に生まれてよかったっていうね。そうですよね。松代にいるだけでここにじゃあ嫁に来てよかったっていう、まだここにも並んでないものまだあると思うんですよ。そうですね、今最近はね、いろんなバラエティーに富んだ種類が出てきてるんで、そうですね、お店もいっぱいねできたしね、はい、またあの松代からまた長野からね、あのおやきをどんどん発信していきたいなと思うんですけども、今あのこんなような、おやきのおやきスタンプラリーって言いましてね、これはあの、町路もそうですけども、長野市内のおやき売ってるお店のところもあって、スタンプをしていくと何かいいことがあるよということで、まあ、中身また詳しく、ご覧いただきたいと思うんですけど、これは松代の町歩きセンターに来るとあるんだよね、はい、でもいろんなおやき売ってるお店にもあるんだよね。そうです ね、ええ、うん、だからあの近くのおやき売ってるお店に行ってまたねご覧いただきたいなと思います、ね、これ、はい、最近の市民新聞でもこんなにおやきってね特集で出るぐらい、やっぱりおやき郷土の食べ物、お盆が来たらおやきだよみたいな、はい、なので今日あのご紹介したおやきは、まあ、あの小麦粉が中心でしたけども、そば粉で作ったものとかね、そういったものもありますし、またあの灰焼きとかそういう作り方いろいろあるんですけどもね、本当にあの味の探求がいくらもできますので、またゆっくりねご覧いただき、あの食べていただきたいなと思います。今日はどうもありがとうございました。もちろんに来たらぜひおやき、そうだね、みんな長野で来たらおやき皆さん、はい、美味しかった。あ、そう。今ね、静岡さんに一人でいただいてね、あの早く予告やめて早くおやきいただこう。食べて。すごい悪いですね。はい。でもね、今日泊まった、ね。あ、そうですね。はい。若い人いいね。いいね。若い人だったね。ちょっとずずしい。あ、そうですね。まあそれはそうでもいいですね。はい。ですね、8月8日、今週土曜日だね。はい。はい、夕涼みコンサートっていうのをちょっとやるんですよ。日向住宅で ね、これでね、スイカ割りもやるっていうんで、まあ、6時半からね、8時半からやるっていうんで、ぜひね、参加してもらって、参加料無料だって。おー、いい ね。お酒は出ないからね。あ、そう、はい、それからね、まあ、と同じ8日の日ですけど、午前9時から、集合がね、これ真っ白ですね、国民宿舎、あそこ、清滝観音。お、いいね。これはね、面白いんですよ。真っ白清滝観音堂は俳楽、それから阿弥陀堂の俳句、ね、こういうのね、みんなやっぱり味噌の味が違う。真っ白でちょっと、うん、ね、さっきの阿弥陀さんの味噌かったね、あれね、ちょっとこういうのもいいかなってね、あのあるんで、ぜひ参加してもらいたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは来週の報告、はい、はい、はい、これまた再び宮坂さん、はい、私ですね、何をするんですかね。あのね、豊坂小学校の、ねうんうん、2つ、15分で間に合うかなと思って心配してるんで厳しいですね、うん、一応ね、うん、あの体育館がね、うん、50年になるんですよ、建ててから、うんうん、途中ではあの大改修したんですけども、うん、もう限界だということで、うん、体育館もね、1年半かけてね、戦います、うん、それともう一つね、うん、あのすごいね、そう、台湾というのは国際交流だって、あのすごいオリンピックで一国運動やりましたね。それでね、台湾とね、うん、毎年交流してるらしいんですよ。はい、じゃあそんなお話聞くってこと。そんな話は。あ、そう。わかりました。伊沢先生。そうなんですよ。はい。はい、じゃあ楽しみにしていただきたいなと思います。ぜひ楽しみにしてね。はい。お聞きください。はい。はい、じゃあ来週のしゃべくりましろ。お楽しみに。おやき。
。